ウッドマンとはアメリカ合衆国生まれでアイルランドで調教を受けた競争馬、シュ馬バである。父は大シュ馬、バ、ミスター・プロスペクター、母プレイメイトはウッドマンを出した後に日本に輸入されている。当馬は現役時代は一流とまでは言えなかったが、種母馬として多くの活躍馬を出し重傷勝利数は100を超えた。1984年に9月の キーンランドイヤリングセールにおいて、ロバート・サングスターに300万ドルで購入され、アイルランドのビンセント・オブライエン長教師のもとに送られた。1985年にデビューから、アングレシー・ステークスとアイルランド・フューチュリティ・ステークスの G3 競争2勝を含む3連勝。自走は、フランスのサラ・マンドル賞が予定されていたが、航空輸送で論争があり中止され、遠征先は、 イギリスのデューハーストステークスとなる。その初 G1 競争は5着に終わり、連勝は止まったが、この年の愛妻優秀2歳馬に選ばれた。年が明けた4月のミルリジステークス3着を最後に、現役を引退している。通算5 0 0勝で、勝ち倉は2歳児だけと、結果だけを見れば、ミスタープロスペクター三区にありがちな単なる2 0 0の、早熟スプリンターだった。引退後は、 種ボバとして、クールモアが所有するアメリカのアッシュフォードスタッドに、なぎようされた。初年度は45頭の登録場のうち、1991年の、アメリカにカンバ・ハンセル、G1 競争5勝のヘクタープロテクターといきなり、大物を2頭を含む4頭の重症カチューマを排出。それ以後もボスラシャム、ティンバーカントリーと続々と活躍場を出し続けた。 最良のサンクは2003年にインターナショナル、クラシフィケーションで133の評価を受けた、ホークウィングである。サンクは1990年、1998年に、フランス2歳リーディングサイヤーとなったように、2歳戦から活躍する総軸タイプが多い。ハンセルは2400メートルのベルモントステークスを勝っているが、他のサンクは、おおむね、短距離向き。 2007年7月に漏水のため安楽死処分となったが死亡した年も種付けを行っている。日本における産区は1995年の JRA 賞最優秀短距離場である菱明物を出しているもののその他にはそれほど目立った実績はない。菱明物は種ボとしては不審で同じく日本に輸入されたハンセルも成績不審で アメリカに帰国となっている。日本に種ボバとして輸入された磁気コはハンセルだけではなくリースを含めるとヘクタープロテクター、ティンバーカントリー、ベイオブライト、シーロの五島に上るが、ティンバーカントリーがアドマイアドンやムガムチュウなどを排出しているのが目立つぐらいで、全体的にウッドマンの子孫も日本では振るっていない。ヨーロッパやアメリカだけでなく、シャトルシュボバとして、 ブラジルやオーストラリアでも種付けを行っており、南半球での産区成績はニュージーランドを含め420勝を超える。中でもオーストラリアへは1997年から2001年までの誤解に渡るが2001年には当地で失敗とみなされ45頭の繁殖品場しか集められなかった。だがオーストラリアでも母の父としては結果を出している。 日本国外調競馬カチクラは G1 競争の未表記。馬名戦闘のは、日本輸入馬を示す。日本調競馬菱明ぼのカチクラは重症競争のみ GI 級競争は太字で表記。日本国外調競馬カチクラは G1 競争の未表記。日本調競馬カチクラは重症競争のみ GI 級競争は太字で表記。万という汎用される命名であるため。 単語として、ウッドマンは、しばしば目にされる名称であり、人名や企業名等にも使用されている。かつて、笠松競馬等に在籍し、全日本サラブレッドカップを勝つなど活躍した、ウッドマンという馬がいたが、東馬の父はインターグ試験であり、血統的なつながりは、全くない。戦績の方も年老いてからも、重症価値を上げており、早熟なウッドマンとは、 正反対の結果となっている。ありがとうございます。